ツッコミくれた時嬉しい、めっちゃ嬉しいよ私。最近やっといじられだした感ある。嬉しいんだけどな。でもやっぱちょっといじまだいじりづらいな、いじりづらい雰囲気だ。怒らんよここで言うわ。別に私のこといじっても怒らんから。ロフマンを見ててわかるやん。だしロフマン放送される2日3日前に、すいません樋口さん、あのロフマンのプロデューサーさん、ディレクターさんに、すいません樋口さん使わせていただきます、お願いしますみたいな感じで来るぐらいだから大丈夫だよ。最初の競技はロングピロピロ射的、イエーイということで、的側のこちらとなってるみたいな。おかしいんだよな、なんかラインナップ、ラインナップがやばいよ。そろそろ怒られた方がいい。下段のお菓子が3ポイント。はいはい、はい、で、はい、我々のアクスタが5ポイント。5ポイントか、はい、で、上段のお菓子が、10ポイント。あ、距離あるもんね。結構だな。お菓子じゃないのあるけどな、全然。なんかロマンだな。あれ、ボンド、彼ら的には入浴剤もボンドもお菓子なんだろうな、おそらく。あと、その奥のやつ。はい、で、あの、ひくちさんが、100。100?、はい、あれ、1体倒すだけでね、はい、もうお釣り返ってくる。もうそうなんだ。2人動かんか。いや、ちょっと行ってみるか、あれ。さあ、いけるいけるいける。やばいやばい、いける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 。いける射中いける射中いける、いやー頑張れ、折れてますってだって折れてますって頑張れ頑張れむしろなんか逆にロフマンにそんな出ていいのみたいな、感じやからね、でそのロフマンのディレクターさんとかスタッフさんに会うとなんかもう、あ、ひよしさんお疲れ様です、すいませんまた使わせていただきます、詳細はあの後日みたいな感じやからね、ケモチ、そうや、ケモチ死ねーみたいなボイスをね、なんか一時期使ってたね。最近使ってるのか知らんけど、もう全然いじってもらっていいからね。